平野の仕様に喫煙疑惑、再び、流瀬角ももみ消し、騒動を着ていた。元キングピンス以下、キンプリ、平野の仕様が再始動を果たしインスタグラムを開設したことで、ファンの間に喫煙疑惑が再び浮上しています。 過去にも喫煙疑惑が報じられ、もみ消された経緯もある金プリ流せ角の事例を踏まえ、ジャニーズ事務所のルールに縛られない平野潮の行動に注目が集まっています。今回の報道により、平野潮がジャニーズ時代から気づいたイメージをどのように保っていくのか、多くのファンが気になっています。平野潮が再始動し、 ジャニーズ事務所を退所した後も、彼の動向には多くのファンが注目しています。特に、インスタグラムのストーリーズに投稿されたプライベートショットがきっかけとなり、ファンの間で、喫煙疑惑が再び騒がれています。平野は24日のストーリーズで、サウナって最高だよね。俺一人コードを基本できないけどサウナ行ける様になりましたショー。 と報告し、さらに鏡越しの字取り画像を公開。サウナ整ったらめでかくなるタイプとコメントしていましたがこの画像には加熱式タバコのようなものが映り込んでいるとしてファンの間で議論を呼んでいます。過去にも平野市用の喫煙疑惑は取り沙汰されたことがあり、ジャニーズ事務所が喫煙者の公表を NG としているため、いくつかの報道がもみ消されたとされています。 また、同じく元キンプリのメンバーである長瀬角も喫煙疑惑を報じられた際には、公式チクトクへの動画が加工される事態となりました。しかし、平野紫耀が現在所属する戸部はジャニーズ事務所ではなく、タレントが自身の SNS を自由に運用することが許される環境です。これにより、彼のプライベートな行動がファンの目に触れやすくなった結果、 出演疑惑が再燃したと言えるでしょう。一方で、平野紫耀のファンの中には、タバコ吸っていても支持するという声もありますが、イメージが崩れるのは嫌だという懸念を持つファンも存在します。彼自身が再始動にあたり、どのようなイメージを維持し、ファンとの信頼関係を築いていくのか、注目が集まっています。とべとの契約内容については公表されていないものの、 専属契約ではなくエージェント契約ではないかとの噂もあります。もし事実なら、平野紫耀がパブリックイメージを自己管理する立場にあるということになります。平野紫耀の再始動に伴い、彼の SNS 活動が話題となっています。インスタグラムのストーリーズに投稿されたプライベートショットから再燃した、 出演疑惑は、かつて金プリ流せ角も経験した問題です。ジャニーズ事務所とは異なる戸べのタレントとして、平野耀は自身の行動をより自由に発信できる環境にありますが、ファンの中にはイメージを気にする声もあります。彼自身がどのような姿勢でこれからの活動を進めるのか、多くのファンが見守っていることでしょう。多くの